どうも、トメンテニスチャンネルのトメンです。 MJ です。はい、今回は家でできる、はい、僕は両手バックハンドを解説したいと思います。はい、はい、で、トメンは僕はトレーニングを、はい、順番的にはしたいと思います。はい、はい、で、僕のトレーニングの紹介なんですが、まず横の動きですね。フォアハンド、バックハンド、ここに足を置いてもらって軸足を移動させてフォア、バックっていう風にやっていきます。はい、で、次なんですが縦の動き、ボレーとスマッシュになるんで、前のボレー、後ろのスマッシュっていう風に何回かこう繰り返しながらやっていきたいと思います。前後の動き、そうですね、しんどいですね。はい、はい、じゃあ一人でできますか。できます。はい、はい、頑張ってください。じゃあ行ってまいります。はい、行きます。はい、じゃあ両手バックハンド、家でもできるっていうことなので、まあ基本的には素振りがメインになってくるんですけど、3つに分けて紹介したいと思います。まずはテイクバックですね。テイクバック、基本的に素振りで、家で素振りする場合はブン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 速く振るというよりも、できるだけイメージしてもらってゆっくり丁寧にスイングしてもらうっていうのが大事になってくるんで、テイクバックも一緒ですね。ゆっくり自分が普段どこぐらいまで引いてるかなっていうのを意識してもらって、で、自分の体よりもちょっと後ろに行ってしまうと、ここまで行ってしまうと引きすぎになってしまうんで、まあ、例えば鏡とかが、まあ、家の中にあったり、夜とかちょっと窓に映って自分を見たりとか、してもらったらちょっと分かりやすいんですけど、ちょっとぐーっと確認しながらテイクバック。で、その時に手横を引いてラケットを引くんではなくて、ラケットの、自分の体の前にラケットがある状態をキープしながらテイクバックをしていきたいんで、基本は体全体をぐーっと回してテイクバックをしていけるようにしてください。だから見た目はラケットを引いてるんですが、自分のイメージとしては体をターンしてるっていうイメージでラケットをセットしてもらったらいいかなと思います。腕自体を引いてるっていうイメージよりも体をターン、常にラケットは自分の前にあるような状態で OK かなと思います。で、2つ目はインパクトですね。インパクトは最初こうテイクバックして、それを前に足踏み込みます。戻してきたところがインパクトになるんで、ちょうど前の足の延長ぐらいですね。前の足の延長ぐらい、これが手だけでラケット引いてしまって、手だけで打ってしまうと打点が前に過ぎて、なりすぎてしまって、前の足の延長よりも前に行き過ぎてしまうっていう 場合があるんで、そうならないように体ターンしてから、その体を戻して前の足の延長で捉える、ちょうどラケットの面がまっすぐなるところで捉えれるようにしてください。あとは自分の右目でラケットの後ろを見れるところ、自分の右目でラケットの面を後ろから見えるところで捉えてもらうと、真ん中に当たりやすいかな、体の軸も保ちやすいかなって思います。これ2つ目ですね。で、最後3つ目、フォロースルーですね。フォロースルーは一番多いのが、まあ、ボールにスピンをかけたいとか強く打ちたいっていう気持ちが強すぎて、ここから手首をこう使ってしまう方、こうとかこねたりとか、まあ、上にこう使うとか、スイングがちっちゃくなってしまったりっていう方が非常に多いんで、こういう素振りの中でゆっくりイメージしながらやっていくときに大事なのは、できるだけスイングを大きくと、普段自分がボールを打ってる時と素振りしてる時って、素振りは意識できるんですけど、ボールいざ打つってなったらなんかうまくいかないで、周りの人から見てもできてないでとか言われたりするんですけど、自分の癖ってめちゃめちゃゆっくりこう確認しながら意識しながらやらないと結構意外と治らないものなんで、できるだけちょっと大げさにいつも以上に体をダイナミックに使って、素振りしてもらったらいいかなって思います。で、フォロースルーもいいですね。フォロースルーもインパクトしてからできるだけダイナミックに大きくスイングしてラケットが背中に来るまでスイングしてもらうと、自然と体も胸を張った状態になっていくと思います。体の姿勢も良くなっていくと思います。これがちっちゃいと姿勢が悪い状態でスイングして前に倒れ込んでしまったり、体が、こっち側にずれ込んでしまったり、体の軸がこう倒れてしまうっていう場面、ことになるんで、できれば大きくスイングをしてもらいたいと思います。
ボールをちょっと軽く打つときに意識してもらうのはインパクトの面を作ってもらってフォロースルーにかけてですね、フォロースルーにかけてちょっと意識してもらったらいいかなと思います。大きくスイングしてもらう、体を回すとかはそこまで意識しなくていいんで、当たってからできるだけ大きくゆっくりスイングするっていうのを意識してもらったらいいかなって思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでした？めっちゃしんどいそれはこれは MJ いつも愛用の B レジェンド、今回僕が飲ませてもらいます。はい、はい、味はいつも通りの一杯ノンドコーラ風味。僕でもコーラ味初めて。コーラス、でもコーラ好きですよ。はい、まあ家で何かこう、そうですね、できるなら広さがあって、うん、そうですね、まあ、迷惑かからない、はい、いいなら家壊さないように、はい、やってもらえればいいかなと思います。はい、はい、じゃあまた。